前には絶対負けねえ。残念だがお前は負ける。そういう運命だ。戦闘開始。それでどう？任務成功だってばよ。任務成功。よう。剣の隠れた本命 IQ200 の男奈良しかまる。まあやるだけやってみるか。降参するなら今のうちだぞ。戦闘開始。作戦通りに行ったな。条件達成。あれってばすげえぜ。任務成功。よう。激戦必至、内川サスケと砂漠のガーラ。くそ。さあ、俺を楽しませてくれ。戦
闘開始。遊びはこれで終わりかよ。条件達成。あれってばすげえぜ。任務成功。よっ。高速の追撃戦を制せ。全力で急ぐってばよ。
追いついたぜ。任務成功だってばよ。任務成功。よう。ノーアルタカは爪を隠す。この葉隠れのアブラミ一族。相手がどんなやつでも舐めたりはしない。来やがれ。戦闘開始。の敗因は俺を甘く見ていたことだ。条件達成。あれってばすげえぜ。任務成功。よう。木の葉の森の激闘を始まる。お前の正体を見定める。さっきの続きだ。始めるぞ。戦闘開始。当然の結果だな。条件達成。任務成功だってばよ。任務成功。よう。
入り乱れる狂気と恐怖、渦巻きナルト対砂漠のガーラ。やってやるってばよ。来い、すべてねじ伏せてやる。戦闘開始。これでどうだ。任務成功だってばよ。任務成功。よ。混乱渦巻く試験会場、この輪崩しの影の激闘。お前を捕まえて尋問させてもらう。できますかね、あなたごとき。戦闘開始。これはどうだ、これはどうだ。悪いな。おっと、この攻撃されたそこだな。そこだ、そこだな。それで呼ぶんだ。その攻撃されたそれで決めるぞ。ハビラセイキハビラハッビラハビラ。すぐに呼ぶんだ。これはどうだ、これはどうだ、これはどうだ。それで決めるぞ。それで決めるぞ。さ、思ったよりやるね。条件達成。任務成功だってばよ。任務成功。よ。古今無双の超激戦、師匠と弟子が分かつ時。
この葉がくればわしが守る。またあなたと戦えるなってね。戦闘開始。その全てを守ってみせる。条件達成。任務成功だってばよ。任務成功。よっ。面白いぞ、渦巻きナルト。まさかここまで俺を楽しませてくれるとはな。だが、これで終わりだ。なんだ本当の恐怖。ナルト忍法帳大開封の巻。でけえ。これがあいつの正体。お前もその仲間は全部ぶっ潰してやる。俺の大切なもの。そうか。
どうしてなぜだ、なぜこいつはこれほどに強い。あの一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち、傷つけさせねえ。なんでお前は他人のためにここまで。
一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な、そうか、だからこいつは強いのか。お前とラーメン食べたのは久しぶりだな。うん。前の騒動やじいちゃんの葬儀とかいろいろあったしね。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、恋人や里の仲間たち、自分にとって大切な人たち、互いに信頼し合い助け合う、ずっと大切に思ってきた人たちとのつながり、そしてそのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その意図を持っちまったやつはそうしまうんだ。大切だから。うん、なんとなくは俺にもわかるってばよ。でも死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。うん、それもなんとなくわかるってばよ。さてと、そろそろ行かねえと。遅れるとさくらちゃんにまた怒られるし。もう時間か。次の任務も頑張れよ。おう、そんじゃまたね、イルカ先生。里を守ろうとする強い意志。三代目、あなたが教えてくれた火の意志はどうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えてまたこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。俺ってばすげえぜ。任務成功。漆黒迫る積雲、風雲級の新時代到来。これは本気出さないとまずいな。博士さん、あなたには消えてもらいます。戦闘開始。
行くわよ。珍獣と怪人の超絶バトル。青い猛獣の力を思い知るがいい。あなたなどすぐに削り取ってあげましょう。戦闘開始。戦闘開始。あ、そう。あ、これで進め。
間達成。任務成功だってばよ。任務成功。よう。サスケとイタチ、運命の開口。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。今お前などに興味はない。戦闘開始。でもすげえぜ。任務成功。よう。その能力は伝説級、本領発揮のガマ仙人。お前らはわしが始末する。相手にとって不足はありませんね。戦闘開始。Oh!
千人の力、思い知ったか。条件達成。任務成功だってばよ。任務成功。よう。螺旋弾への第一歩、チャクラコントロールマスターへの道。伝説の医療忍者、再会の綱手姫。もう謝ったって許してやんねえからな。本気を出すまでもないな。戦闘開始。これってばすげえぜ。任務成功。よう。
けられない大博打、螺旋丸会得を目指せ。さあ、行くぜ。キュアストではすげえぜ。任務成功。よう。目覚めた綱で怪力無双の剛腕炸裂。でもね、お前らは今ここで潰す。あなたとやり合えるなんて光栄ですね。戦闘開始。されている。ではすげえぜ。任務成功。よう。約束を守り通す力、渦巻く真術、螺旋丸炸裂。戦
闘開始。すげえぜ。任務成功。よう。邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉が里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれほかげになるガキだからね。何をバカな世前事を。それにほかげなんてクソよ。若いはやりゃしないわ。ほかげなんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。歴代のほかげたちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。ここからは私も命を懸ける。バカめ。こんなガキ一人のために投げ出す命ならそれ相応にさっさと散れ。砂で。ああ、さあ決着をつけるわ。口
血寄せの術。刮目の大熱戦、天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのもこの限りだ。戦闘を見せる。俺様を倒せると思ってるのか。てめえ食うぞ。くれ絶死ねんさん。うわぁ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 マッドスーツだ。すまない。
何がおかしい。綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと。この葉は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライヤ。それではまたいずれ。逃げたか。やっぱりばあちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて、その上、金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。